東日本大震災の発生から7年が経ちました。私たち HTB のアナウンサーは、今私たちにできることと題して震災を風化させない活動を続けています。3月11日札幌の地下歩行空間でイベントを行いました。テーマは防災減災です。自分や大切な人の命を守るために備えについて考えた時間、今回はこのイベントの模様をご覧ください。実際に緊急事態に私たちが陥ってしまった時にどんな行動をすればいいのか、そして起こっては欲しくないんですけれども、もしものために備えてどんなことを今日から一歩踏み出すことができるのか、そんなことをですね、お二人のプロからお話伺っていきたいと思います。早速まずお一人目お呼びしたいと思います。国際山岳医でいらっしゃいます、北海道大野記念病院の大城和恵先生です。よろしくお願いします。こんにちは、大城和恵です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。で、大城先生のプロフィールを、簡単ではあるんですけれどもご紹介させていただきたいと思います。日本人初の国際山岳医ということで、どんなお仕事になるんですか？はい、山で起きるような高山病とか低体温症とか、そういう特急の病気の治療とか予防をしています。で、日本人初ということですけれどもこの肩書きもすごいなというふうに思うんですが、ニッチな分野なので、実際にエベレストのこう遠征に帯同されたということで。そうですね、はい。どうでしたか、この経験というのは。はい、非常に原始的な場所で何もないところで過ごすので、楽しかったですよ。はい、結構災害の話に通じることが多いんじゃないかなと思います。はい、はい。ですから、実際に山にも登ってお仕事をされているということになります。で、今回はですね、私たち冬の災害時の備え、冬だけではなくこう災害起きてしまった時の備えということなんですけれども、実際に大城先生に、こんなことに注意しなきゃいけないということをいくつか挙げていただきました。水、トイレ、そして低体温症、持病が大事ということなんですけれども、水、トイレということなんですけれども、本当に避難所ですとか、もしくは避難所にもこう入れないっていう時になった時に一番困るものかなというふうにも思うんですけれども、実際にこう山や災害時でトイレ作ったりしてますけれども、これはどういった経験をされたんですか？トイレがですね、ビニールの中にみんな用を足して溜めていったりとかするんですけども、あとは穴を掘ってそこにビニールを置くんですけども、やっぱり足腰の弱い方もいたり、ご高齢になってくるとそこに踏ん張って用を足してられないっていうことが分かりました。そこで座って用を足せるようにするよってことで、椅子がありましたので、その椅子をくり抜いてですね、座れるようにしてあげたんですね。やっぱり災害長くなってくるときに、こう少しトイレを補助してあげるっていうのがすごく大事なことだなと気づきましたね。匂いであったり、場所を女性であったら外でもできないっていうのもありますし、そのあたりこう一番困ること、どんなことがこうありますか？そうですね、やっぱり人から見られるのが一番嫌ですよね、はい、難しいですね、なのでまずテントって床もこうビニールが張ってあるんですけど、あの部分を全部こう切っちゃってですね、もうトイレテントって言って、その中に穴を掘ってトイレをした人はテントに入りましょうっていうふうにやったりとか、でずっとビニールに溜めて、ビニールがいっぱいになるとビニールを交換するっていうことをしていましたね。冬だったら雪で用を足しても一回隠れるんですけど、一番は雪解けの時期になるとたくさんいろんなものが出てきてですね、そうですよね、すごく不衛生で、その先のことを考えてしまうと、やっぱり雪が降っててもきちんとビニールでみんなで一箇所でまとめていかないとちょっとよろしくないですね。でもこう実際にビニールを使ってっていうお話ありましたけれども、私たちが身近にあるゴミ袋ですか、ですとか、そういうのでも代用はできるものなんですか？厚めのものを用意しておいた方が本当はいいですよね。低体温症、一番最初に冬というキーワードで出てきた言葉ではありますけれども、改めて低体温症というのはどういう症状になるんでしょうか？普通私たちの内臓とか脳って37度ちょっとあるんですけど、その体温が35度、2度しか下がってないんですけれども、実はそうなってくると脳が冷えて心臓が冷えてくるので、そのまま下がっていくと本当に死んでしまう病気なんですよね。ちょっと今日寒いので、僕の指先が今冷えてはいるんですけれども、こういう冷えとは、ただの冷えとは全く違うもの？違いますね。今指先が冷えてるだけなんですけど、脳とか心臓も冷えてくので、
まあ、脳もきちんと働かなくなりますので、眠くなってきちゃったりとかですね、自分で寒いからどうこうしようという判断がもうできなくなってしまいますね。でこのそもそも低体温症というのは、まあ、環境ですとか、まあ、状況どんな時になりやすいんですか？はい、災害で一番気をつけたいのは濡れないようにするってことですね。濡れてしまうとすごく体が冷えます。多分気温10度の中には皆さんいられると思うんですけど、はい、水温10度にずっと入ってるっていうのはすごくきついと思うんですね。そのぐらい同じ10度でも濡れてしまうと体温どんどん奪われるんです。なので災害とかで気をつけなくちゃいけないのは濡れないようにするということですね。はい、北海道は雪害があったりとか、はい、これから春先やっぱり雪色系でですね、川がもしかしたら大雨で氾濫することあるかもしれないので、北海道のどんな災害が起きるかなって考えた時にこれからの時期やっぱり知っておいた方がいいと思いますね。で実際に、まあ、こういうのが避難所であったり、あとはもう木の幹のまま出てきた人たちっていうのはなりやすいものですよね。本当にね。そうなんです。もし資材限られてる人は時はそういう人を優先して使ってあげた方がいいですよね。ぜひもし濡れてしまった時は、まあ、その濡れたものは全て脱いで、そして湯たんぽとか体を温められるものでなんとかしっかり温めるという、はい、あとは例えばカイロとかも、まあ、持ってたら、いいと思います。もちろんです。カイロあったらいいですよね、うん、ただ本当に低体温症になっちゃうと、はい、カイロだけではもう改善できないので、まあ、低体温症になる前からカイロを使って体を温めておいた方がいいですね。ぜひ皆さん一つこの低体温症というのを覚えておいていただきたいと思います。3つ目に注意しておきたいのは持病ですけれども、大体ですね、病院が機能しなくなってしまうとか、はい、薬がもらえなくなっちゃうことが結構あります、うんうん、じゃあやってる病院まで行こうと思っても、で自分で歩いて行かなくちゃいけないんですけど、やたら遠くてですね、そこまで歩いて行けないっていうことがあります、はい、で行ってみてどの薬かわからないってことがあるので、うん、できれば1ヶ月分の予備の薬を持っててください。でお薬手帳っていうのも持ってっていただいた方がいいと思いますね。でですね、ここからは実際に身を守る知恵ということで、まさに防災備えですよね。食事の面では短期間の避難をしのぐには栄養面よりもまずはカロリーの高いもの、これどういうことですか？はい、やはり私たち健康三大栄養素とかいろんな取らなくちゃいけないものもあるんですけど、うん、はい、そういうのはですね、例えば2週間とか1ヶ月とか長期になってきたら本当に真剣に考えてください、はい、でもまず最初3日間私たち生き延びれば絶対物資入ってきます。だから3日間はですね、カロリーがあって、カロリーの高い方がこうエネルギーを作ってくれるんです、うん、一番の炭水化物なので、はい、甘いものとかですね、おにぎりみたいなああいうものとかそういうものがすごくいいですから、とにかく最初の3日間しのげるっていうことがすごく大事になります。やっぱり美味しいものがじゃないとですね、やっぱなんかこう心がどうしてもこう食べたいという欲が減っていっちゃうんですね、はい、あとはですね、水を使わず火を使わず食べれるものを必ず置いとかないといけないということですね。というわけで身の守る知恵ということでですね、大城先生にお話いただいてきたんですが、ここからはもう一人、はい、アウトドアのプロをお呼びしまして、はい、さらに身を守る知恵、そして備え教えていただきたいというふうに思います。では登場していただきましょう。修学僧の小野浩二社長です。よろしくお願いします。どうも、修学僧の小野です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。小野さんのプロフィールも簡単にご紹介させていただきます。株式会社修学僧の代表取締役社長を務められています。ご趣味としてはアウトドアが大好きということで、山に登るといいアイデアが浮かぶんですか？はい、やっぱり体を使うとですね、頭にいい酸素が運ばれますので、はい、いい知恵アイデアが、どんどん出ます。で実際にですね、アウトドアのプロということで、私たち備えの話をしてきました。さっきは、まあ、実際にグッズというわけではなく、まあ、守る知恵考えというものを教えていただきましたけれども、今回小野さんにいろいろものを持ってきていただきましたので、どんな風に使えばいいのかっていうのを教えていただきながら、こんなものがあると私たち生き延びるといいますか、なんとか耐えられるといいますか、ということを教えていただきたいというふうに思います。こんなものがあるんだよ、グッズ紹介ということで、まずは、はい、こちらの商品なんですけども、はい、サバイバルシート、レスキューシートというふうになっております、はい、こちらの銀色の方を体に巻きながらくるんだ状態になりますと、体の体温の 90% を反射して体に戻してくれる、そういった面での保温性があります。一般的には毛布3枚分の保温力があるという商品になります。もしもの時の一つとしての備えとしてあればいいんではないかなというふうに思っております。で今毛布3枚分というお言葉ありましたけれども、実際には触ってみても
毛布よりも申し訳ないですけど薄いんですけれども、それはでも毛布よりも暖かい。見た目と中身は違いますので、見た目に判断されないで実際に着用すると暖かさが感じ取れるので。実際に先ほど大城さん、あの低体温症のお話もありましたけれども、これってやっぱ低体温症の時とかは大事になってきますか？風と濡れることをから守るっていうのがすごく大事なんですよね、うん、これ1枚が本当に全然違いますので、とても効果があります、はい、これ入ってみると本当に暖かいですもんね。今のはシート型をご紹介させていただいたんですが、こちらはどんな形になっていますか、小野さん？筒状になっておりまして、はい、こう中に入ることができます。こちらになりますと完全に袋状になっていますので、風も雨も入りません。ですので体の熱が外に逃げなくてあったかいと思います。実際にあの小野さんがアウトドア、まあ、山登りとかされる際にも使ったりすることはあるんですか？必ずザックには1個入れておきます。やっぱりそれはもしもの時に絶対に必要っていうことになる。はい、先ほども磯原さんが言ってましたけども、はい、1日持てば何とかなるんです。一晩持つとかなり命が助かる可能性が高くなりますので、はい、一晩持つ装備の一つとして必ず持ってるようにしてます。こちらもちなみに保温効果、温める効果っていうのはどんな感じになってますか？先ほどの、1枚のよりは感覚的に3倍から5倍、もうこの時点で少し暖かくなってます。自分の体温を有効的に活用することはすごくサバイバルの中では大事なんじゃないかなというふうに考えています。何が一番違うかというと密閉性なんですよね。あの1枚ピラピラだと風が入ってきちゃうので、やっぱり体の体温をせっかく作っても逃げていっちゃうんですけど、これだと体温が絶対逃げていかないっていうのが特徴です。だから自分が山に行くときに自分の身を一人守ればいいんだったら、私は絶対こっちのタイプを持ってってるんですよね。でこれと眠れますよね。でこの袋の大きさにしかならない、結構ちっちゃいのでですね、軽いし、あの自分の非常用のザックに入れといてもあまり重みが出ないと思いますよね。確かにご家族何人かいたとしても複数持ってても大丈夫かもしれないですよね。そうですね、可能であればお一人様1個あるといいんではないかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。で最後になりますけれども、非常食、やっぱ食べ物ですよね、小野さん。はい、やっぱりあの人間食べないとですね、いい考えまたはいい動きできませんので、お腹ペコペコにならないようにですね、食べるものだけはこう用意をしていただくのが一番いいと思います。実際に大城先生が山でお仕事される時ですとか災害の時っていうのは、お食事はどうされているんですか？自分で簡単にできるものを持って、あの水を入れるだけでできるものもありますし、もう本当に、本当の非常食の場合は水も火も使わなくて食べれるものっていうのを必ず持っていて、でちょっと美味しいものがやっぱりいいですね、はい、改めてですね、災害時私たちの身の回りに何か起こってしまった時に私たちがどんな行動をすればいいのか、そして改めてどんな備えをしておくといいのかというのをお二人から最後に一言ずついただけたらと思います。まずはじゃあ大城先生からお願いいたします。あの災害って言ってもやっぱりイメージが少しできないとですね、どうしていいかわからないので、実際に何が起きるかっていうのを具体的にイメージして、その時に3日間まず生き延びることを考えてください。3日間生き延びるものを必ず入れておいてください。でそこから先は1ヶ月、長くなってくるとやっぱり別の問題が出てきますから、1ヶ月は少しストレスをなくして生活していくっていうことを考えなくちゃいけないので、その起きたタイミングによって何に直面するか変わってきます。でもまず3日生き延びるように頑張って荷物を用意しておけば支援物資が入ってくると思います。はい、小野さんよろしくお願いします。危機管理というものがやっぱり非常に大事になってくるのではないかというふうに思います。やっぱり、いつも明日も、平和ということはありませんので、自分の身の丈に合った危機管理、各家庭にはカセットコンロというのはあると思うんですよ。でガス管も用意していると思うんですけども、それが例えば1本2本の用意ではなく、例えば5本とか6本あるだけで、普段から、用意できるもので、何とかするという気持ちが大事かというふうに思います。あの私も含め今日来ていただいた皆さんにとってはやはりこう備えて何か一歩踏み出すのが難しかったりですとか、何をやっていいかわからないという状況だったと思うんですけれども、ぜひ、まあ、今日のこのトークセッションが、そしてこのイベントが皆さんが備えについて考える、そして一歩踏み出すその人助けになっていたらいいなというふうに思います。修学層トークセッション冬の災害時の備えということで、大城和恵さんと小野浩二さんにお付き合いいただきました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。